はい、どうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、認知症と原因疾患を理解しようということで、認知症の定義や概念とその関連疾患について、リハビリとケアマネの視点から分かりやすく解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあ、そもそも認知症とは何か。認知症というのは一度正常に発達した認知機能が脳の障害によりこう持続的に低下をし日常生活に支障をきたしている状態というふうに定義をされています。で、認知症はやっぱりその特徴としてですね、加齢による自然な老化現象とは異なるというところがあります。早い方であれば40歳ぐらいからですね、長い間こう年月をかけて脳自体のこう病気ですとか障害によって引き起こされるため、その自覚が大変難しいというところがあります。で、あと認知症やっぱり高齢者ですとか女性の方に多いというのがあります。認知症の方はおよそ8割がですね、大体高齢者の方、さらにそのうちの8割が女性の方だというふうに言われています。ただとは言っても65歳未満で発症する若年性認知症というものもあります。で、あと加えて認知症とは違うんですが、その概念が近いものとして繊毛であったり、それから軽度認知障害 MCI と呼ばれるものがありますので、これをしっかり分けて区別するということも大切になってきます。では繊毛とは何かというと、繊毛は急激に発症する意識の低下ですとか錯乱状態のことを言う、これ幻覚を伴うという場合もあります。特に夜間に発症することがあるので夜間繊毛なんて言い方をすることもあります。認知症とはこう意識障害があるかないかというのは違いになってきますので、これ早期発見ですとか原因を除去するということで適切な対応を取るということで十分対応が可能です。それから軽度認知障害 MCI と呼ばれるものです。これは日常生活上の支障は見られないんですが正常とまでは言い切れない状態のことを言います。何らかの生活に支障をきたすのは認知症、そこまでではないのが MCI というふうに区別をすることができます。で、その全てではありませんが、今後ですね、認知症に移行する認知症予備軍という取られ方もされてますので、ぜひこのあたりもですね、参考にしていただけると幸いです。で、ここからはその代表的な4大認知症と認知症関連疾患として有名なものを一つですね、取り上げさせていただきたいというふうに思っております。で、認知症を引き起こす病気症状、現在100種類程度あると実は言われています。それぞれが合併しているあるいは重複しているというケースもあるんですが、中でも4大認知症と言われるタイプがあります。まず有名なのはアルツハイマー型認知症、全体の6割以上、3分の2近くを占めます。で、認知症をやはり引き起こす疾患の中で最も多くて、神経細胞が障害を受けることによってこれ発症するというのも知られています。人によってこうパターンは異なるんですが、有名な記憶障害、やはり最近の出来事ですが日時や場所が覚えられないという問題が出てきたり、物を取られ妄想といってこう取り繕ったりする様子、あるいは病識が欠如している、無気力になってしまったり、他者からの第三者的なこう視点の理解が難しくなるなんてことがあります。それから脳血管性認知症というのは次にあります。これは脳卒中なんか、いわゆる脳の血管が障害を受けることで発症する認知症のことを言います。やはり高血圧ですとか糖尿病ですか、脂質異常症、いわゆる生活習慣病とも関連が深いというのも言われています。特徴としては感受性の遂行機能障害、服の着方が分からなくなるなんてことが徐々に進行してくるということになります。それから情動失禁といって感情に伴ってこう漏らしてしまうということもあります。それから不安が強いということも特徴として挙げられまして、不安が強いだけに頻回に訴えがあるなんてこともあります。それからレビー小体型認知症というのもあります。これはパーキンソン病を引き起こす異常タンパク質がですね現れて認知症にも影響を与えているというところです。なのでパーキンソン病と大変近いです。もちろん個人差はあるんですが、動作がどうしてもこう緩慢になってくるというところがあります。それからあとどうし時間がかかってしまいます。あと注意や覚醒がどうしてもこう変動してしまう、こう日によってこう大きく変動があるということもあります。
それから幻視といって実際にはないんですが物が見える、誰かが見えるということが実際現れてしてきます。それから前頭側頭型認知症というものは、これは指定難病になっています。言語ですとか行動に関する問題が特に現れて、無関心、自発性の低下、あるいは自分勝手な行動がこう出てきてしまうということがあったり、脱抑制行動と、他の方の迷惑を考えないで行動してしまう。それから常動行動と、いつも同じ行動を繰り返し、これを日課を過度に守るなんてことが特徴としてあります。でこの4つのタイプで全体の大体 90% 近く占めているんですが、その他近年ですね、治療可能な認知症というのも実は認められているんです。その代表が正常圧水頭症と呼ばれるものになります。これは頭の中に、いわゆる水、髄液というんですが、これが溜まることで起こる疾患で、特徴としては三兆候といって、まず歩行障害がある、小刻みとかすり足歩行になってきてしまう。それから尿失禁、トイレが間に合わなくなってしまう。それから認知機能障害、やっぱり記憶ですとか思考ですとか行動が緩慢になるなんてことが現れてきます。でこれは外科手術で治療は改善が可能ですので、この三兆候がもしあった場合はぜひ専門医の方に見ていただければというふうに思います。こういったところでいろんな今回挙げさせていただいたんですが、ぜひ参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。